いたね。うん。なんですか。何。うん。行くときやろ。チューリップのね、うん、花見にお水やり当番であったよ。どこで？あと施設。うん、花の当番浄土。うん、浄土で。うん、お水あげは楽しかった？うん。あちゃんもお花好き？僕はね、植物は好きですけどね、お花あんまり育てないかもな。あ、カブトムシ？カブトムシ？植物ですよ。エミさん、今日は散歩？あ、ずっと散歩してた。うん。どこを散歩してたんですか？ぐるぐる回ってぐるぐる、うん、あんちゃん思い出して。え、あんちゃん思い出して。え、思い出してくれて。エミさん、今でどの辺を散歩してるんですか？今日は上のお風呂入って。今日お風呂入ってきたんですか？うん。うん、あんちゃんお風呂入ってね。うん、元旦は家族孝行。そうですね、うん、家族に一年ありがとうございましたしないといけないですよね。年賀状も、年賀状エミさんに書きますよ。住所ないの？いやいや、届けますよ年賀状はね、うん、破りしてる。破りしてる？なんで？いらないよ。なんで年賀状破りしてるんですか？ね、年賀状嫌いなんですか？字が書けない。え、エミさん？うん。あ、あんちゃんも、もうそろそろ帰らないでしょ？いや、全然全然大丈夫？まだまだ、今日はね、ちょっとエミさんにあの、いろいろちょっとお話ししないといけないことがあるんで。うん。うん、ここに座ってください、エミさん。チューリップじゃない。そう、チューリップじゃないけど。エミさん、ちょっとあの実はなんですけど、うん、動画でコメントがやっぱたくさん来るんですよ。コメントわかる？見た人たちの感想みたいな。その顔は？うん？顔わかんないの、それが。もう、うん、結構ね、もはもないものもあるから、うん、なんですかね。なんでいいの？あ、いいよいいよ、もちろんもちろん、なんでいいの。あまりに結構そういうコメントが来るので。多く来てるコメントについて、うん、ざまえみさんに聞いてもいいですか？うん、いい？うん。過去に、エミさんが当たり屋をしてたんじゃないかみたいなコメントをたくさん。友達が当たり屋してたんですか？うん、土浦にしてたよ。土浦で、うん、あ、土浦で当たり屋してるお友達がいたんですか？うん。でもエミさん自体は、私はしてる。友達はやってたよ。その土浦のお友達？うん、でも今ね、いないよ。帰りたけどね、はあ、いないよ。土浦に住んでたことがあるの？うん、土浦の伊東洋華堂の裏側に住んでたの？うん。それ、え、土浦は何年ぐらい前にいたんですか？あおちゃんの同じ年ぐらいかな。あ、じゃあ今から15年ぐらい前か。あ、なんで言っちゃう？なんでいいよ、なんでいいですよ。あおちゃん、もちゃね。エミさん、その時ホームレスしてたんですか？その時も、うん、土浦で。うん。あ、そうなんだ。じゃあ土浦は、うん、なんでいたんですか、その時？土浦は、うん、自然に行っちゃった。自然に。じゃあ今から15年ぐらい前に土浦に住んでたことがあるんですね。うん。で、その時に住んでたお友達が当たり屋をやってて、うん、でもエミさん自身はやってない、うん、ってことですか？ね、危なかしくてね、できないね、その当たり屋まで。その友達はそのどっか行っちゃった。どっか行っちゃったんですか？うん。もう一人は透析の友達もいたけど。透析ってその糖尿病の？うん。
髪の毛が抜けてね、かわいそうだったよ、その子。お二人とも男の人？女。あ、両方？うん、女の子、アタリアと。でも、その透析してた方は亡くなられたんすか？うん、かわいそうだね。エミさんってすごい警察を怖がるじゃないですか、うん、だからそれはなんか別に当たり屋をやってたからとかってことではないんですよね。お兄さんの方に連絡が行っちゃうからやっぱあくまでそれが怖いんですよね。うん、ありがとうございます。すいません、答えにくいこと答えてくれて。うん、エミさんの なんていうかそういうあらぬ噂をもう全部ここで解消したいから、うん、もうちょっとだけ付き合ってください、うん、いい、うん、ありがとう。次の質問いいですか、うん、で、エミさんが本当にあの場所で寝ているのかみたいな質問が来てて、ま、いやエミさん僕は知ってますよ、あそこで寝てること。あ、でも今は寝れへんで。あ、寝てないですか、うん、今どこで寝てるんですか。今ぐるぐる回ってる。それなんでですか。もうこの前からずっと寝てないよ。なんかそこでもうそんなこと僕は絶対にないのは分かるんですけど、エミさんが実は部屋借りてるんじゃねえかみたいなこと言って。ないない。エミさん、エミさん、エミさん聞いて。エミさん、そんなことないの僕は知ってるから安心して。なんでやる、なんでやん。僕はそんなことないの知ってるじゃないですか。あ、怖いや、どけちゃった。そうそうそう、だからあそこぶん投げて行っちゃったから。いや、ないよ。ですよね。あ、怖いやった。あったでしょ、投げてたから拾ってきましたよ。で、エミさん、エミさん、なんで、あ、なんで私言えないよ。いや、ないのですよね。義父もないよ、うん、お母さんもいないよ、私、うん、ですよね。霞ヶ浦から帰れへんで。うん、エミさん、聞いてくれます。聞いてるよ。僕は分かってますよ、エミさんが。スーちゃんも、スーちゃんも分かってますよ。ただスーちゃんの顔見えへんで。スーちゃんは来てないから、だって集まるね。パニックにならないよね、あおちゃんと。うん、冷静で聞いて、うん、いい。あおちゃん聞いてますよ。あそこに多分エミさんが寝てるっていうので来た人が一度もエミさんが寝てたことがないっていう。うん、聞いたことあるよ、そうやって前出会った人もね、うん、寝そこ行ったけどいないねって。あ、言ってたんですか。うん、うん、その時は何してたんですか。その時は歩いてたよ。でも別にそれが別にどこかに部屋を借りてるとかってことではないですよね。ないよ、どこも住めへんで。私なんか近くにお友達がいてそこに身を寄せれるとかも何もないですよね。今多分あのこう夜結構あそこに寝ずに結構夜歩いてるんですよね。なんかね、ね、寝れへんで、ね、ネズミはもう慣れちゃったけどね。うん、ネズミ家はないでね。家はないよ。家はないですよね。あったら帰るよ。あったら帰る。うん、ペットボトルを何かあの投げつけるほど腹が立つんですか、やっぱ。だって家のある人はいいな。家のある人はいいけど、エミさんはないのにそうやって言われるから腹が立ったってことですかね。うん、みんな作り話。みんな作り話ですよね、だから。めっちゃくちゃ失礼なことをもう一つ聞いてもいいですよ。でもエミさんがそれで一個だけ、うん、でも家庭のこと、家庭のことじゃない、全然いい。エミさん、うん、なんかエミさんってこの32年ぐらいホームレスをされてるじゃないですか。その間にちょっと体を打ったりとか。してない、ここはいけない、あ、でも特段いけないよ。あおちゃんも男ですよ、一応。あおちゃんは結婚してるから。あおちゃんは結婚してるから男じゃないんですね。でもまだだから本当に全くそんなことないのにそういう変なことをこのみんな書いてくるんで、まあエミさんが自分の口で、うん、そんなことないって今日男の人嫌いですもんね、そもそもね、うん、
あみちゃんも優しいね。今まで会った他のところじゃ優しくなかった。でもなんか彼氏さんいたこととかありますよね。あの坂下さん出てる時とかはいたんすよね、彼氏さんが。ダメ坂下さん、あの前の YouTube 上野で出てた人、あの城島茂さんにそっくり。あ、そうなのかな。その方の出演してる時は、うん、彼氏さんいたんですよね、うん、もうその人は優しかったんですか、やっぱり。優しくなかった。なんかパチンコ好きの彼氏みたいな。パチンコは嫌いだけど、エミさんはね、ちょっと苦手ですもんね。お母さんもパチンコ好きやったね、うん、一緒にいたことはないんですか。ない、ね、ない。エミさん、変な嫌なこと聞いて本当ごめんなさい。でももうね、なんか永遠に書き続けるんで、もう一回エミさんの口でそんなことないっていうのをちゃんと言ってほしかったから。何一つコメントで言われてることに真実はないので、もう皆さん、そういった質問は今後あの書かれないようにお願いします。もう書かないでください、うん、お願いします。誰もやってませんよ。お、ちょっと待ってください。クリスマスツリーが、見て。見て見て。ほら、クリスマスツリーが。綺麗。綺麗ね。あおちゃん、ミッキーマウス知ってる？知ってますよ。クリスマスツリー？クリスマスツリー？うん。ミッキーマウスないよ。なんでクリスマスツリーってミッキーマウスあるんですか？ないよ。すごいライトアップされて綺麗じゃないですか。あーちゃんの家もお飾りする？いや、うちはしないですね。なんで？クリスマスツリー持ってないですね。うん。エミさんに今からお話を相談をするんですよ。で、瀬戸さん、わかります？瀬戸さん、反貧困ネットワークの瀬戸さん、あの瀬戸さんがのところのアパートが今度開くから、シェルターね、うん、が開くからちょっと見に行こうって言ってたじゃないですか、うん、でも
瀬戸さん前回のエミさんがこうアパートを見に行った動画を見たんですって。一緒にアパート行ったじゃないですか一回。でもアパート嫌でちょっと逃げ出しちゃって、うん、そう帰ってきちゃったじゃないですか、うん、あの動画を見たそうなんですよ、うん、で、うん、瀬戸さんのアパートっていうのは、うん、今後一人暮らしをしようとしてる人たちのアパートらしくて、うん、エミさんがそのシェルターアパートに入って生活するのってまたちょっと逃げ出しちゃったりとか難しいんじゃないかっていうお話だったんですよ、うだから、うん、ちょっと一緒にその瀬戸さんのところのやつが空いたら見に行こうって言ってたけど、うん、ちょっとそれはおそらくエミさんがそこに入っても一人で生活していくことって難しいから、うん、エミさん、うん、ちょっとだけ下がれます？超ドアップになってるアパートに空きができたら青ちゃんと一緒に見に行こうっつってたじゃないですか、うん、あの瀬戸さんのところのアパート、うん、あのエミさんの逃げ出す様子を見ると、うん、アパートで一人で暮らすってちょっと難しいんじゃないかなって言ってました、ちゃんとエミさんに納得してもらわないと、エミさんを騙していろんなことをするような感じになっちゃうから、うん、ちゃんとエミさんにお話ししてエミさんの意思を確認した方がいいんじゃないですかっていう話になったんですよ瀬戸さんと、うんうん、意味わかる？うん、エミさんが今から、うん、アパートに入ったりアパートみたいな施設、うん、一人暮らしみたいなアパートみたいな施設に入ったとして、おそらくそこから一人暮らしっていうのは難しいから、うん、障害者の方たちがたくさんこういるグループホームに入ることになると思います。本当に優しいあの職員さんたちがいて、いろんな人たちみんなでこう一緒に住んでて、みんなでこの談話室みたいなのに集まってテレビ見たりとか本読んだりとかするようなグループホームに入るっていうのは、それはどうですか？うーん、嫌じゃない。障害者の方々がたくさんいるグループホームに入るっていうのは嫌じゃないですか？働いてる人たちも優しいし、だけどいろんな人たちとの共同生活になるから、もともと多分いた施設ってそういうとこですよね、とか。それがエミさん嫌だっていうのをずっと聞いてたから、無理にエミさんを保護受けるために施設に入れたり、そこからグループホームに入ってもらったりとかってすることはやめときましょうよっていう話になりました。だったら葵ちゃんとも友達じゃなくなっちゃう。そんなことないですよ全然。そのと、そこは関係ない。俺それも今日言いたくて、僕と友達じゃなくなるからとかで選ぶのはやめてください、うん、僕らはエミさんがどういう選択をしても友達。スーちゃんも、スーちゃんも友達。ただエミさんが嫌なのに僕と友達でいたいからってグループホームの方を選んだら、やっぱり嫌だで逃げるとかなっちゃうでしょ。
だから本当にエミさんがどうしたいかを決めてほしい。障害者のグループホームとかに入るとか、うん、生活保護をもらうとかっていうのは、うん、エミさん的にはどうですか。うん、今の生活のままの方がいい。今のままの生活がいいです。え、エミさん、エミさん、ん、別に何にも悪いこと言ってないんだから大丈夫ですよ。ん、何にも、だって施設に入るとかグループホームに入るとかってことであれば今のままがいいんですよね。それは別にエミさんの尊重されるべき権利だし、ただ僕もエミさんのちょっと障害とかを見てて、ごめんなさい障害障害言ってね、見てて正直無理やりでもグループホームとかに入れた方がいいのかなとかって思ったこともあったんですよ。けどちゃんとエミさんは路上生活を望んでるのであればそれを選ぶ権利もあるって、やっぱだからなんか多分エミさんはずっと僕と友達じゃなくなるかもと思ってやりたくないことをずっとやってくれてたってことなんですよね、きっとね。正直あのアパート見に行くとかも、エミさん、おちゃんとね、うん、おちゃんがね、友達になってるよ。エミさん全然自信持って大丈夫。じゃあエミさん、一回そのエミさんに生活保護とか、まあ、アパートとか、グループホームとかそういったのを探すのを一回やめますね。大丈夫です。あおちゃんとえみさんはお友達。そうよ。ね。うん、知ってますよ。あおちゃんとえみさんはお友達なんだけど、うん、まあえみさんもある程度理解はしてくれてるんですけど、うん、あおちゃんお仕事があるじゃないですか。うん、で、えみさん以外にもいろいろ撮影とかもしないといけないし、うん、いろんなとこ行かないといけなかったりするんですね。うん、1週間に1回ぐらいはやっぱえみさんに会いに来てるじゃないですか。うん、だいたい。すごいじゃ迷惑だ。全然迷惑じゃない。嫌なの嫌でいいよ。エミさん全然迷惑じゃないし、僕エミさんとお話ししてるのはすごい楽しいんですよ。うん、でもお仕事があるんですよ、エミさん。うん、分かる、家族もあるからそっちが大事だから、うん、私に遠慮しないでねって私も言うよ、あおちゃんに言ってるよ。ありがとう。仕事の邪魔したくないし、うん、聞く、うん、仕事の邪魔したくないし、あおちゃんには大事な家族がいるから、うん、ね、そっちの方もね、大事にしてあげてねって、あおちゃんに住んでるよ。うん、でね、うん、まあ、いろいろ仕事とかも忙しくて、うん、もう1週間に1回とかでは、もう今後はちょっと来れないかもしれないです。ちょっと間が空いちゃうかもしれない。あ、月に1回？もっと来れるようにしますけど、例えば2週間に1回とか、下手したら3週間に1回とかなっちゃうかもしれないです。そしたらもうエミさん的にはもう僕らは友達じゃないってなっちゃいます？あおちゃんの仕事が大事やでさ。あおちゃんは、いい友達だよ、ね、だから、今度は来月？もう来月とかになっちゃうかもしれませんね。今度12月とかかな、12月とかに。25日クリスマスの前には来れると思いますけどね。ただ今本当1週間に1回とか撮影じゃなくても来てるじゃないですか今。でも今1週間ぐらい空くと多分エミさんがってちょっとね
つくなっちゃうけど、うん、もう今後はひょっとしたら2週間とか3週間とか間が空いちゃうこともあるかもしれないけど、うん、だからそれをエミさんに理解してもらいたいです、うん、大丈夫？うん、大丈夫。エミさん、僕また来ますよ。エミさん、おそらく次来るのは12月になると思います。そこ？いや全然そんなにはならないですよ。もう12月入って多分すぐくらいと思います。に来ると思う。でもあと今までみたいに1週間とか開けずに来たりそういうことはできないから、毎回エミさんがひょっとしたら怒ってダンボール投げるのかもしれない。ね、それでも僕はエミさん友達だと思ってるからこうして会いに来るし、まあエミさんも僕あんまり来ないで腹立つかもしれないけど、そこは友達だと思っててほしいです。おうちゃんはおうちゃんの友達なり仲間だったら私はまた人になってるよ。大好きでSee you now.